これもこれもこれも炒める、蒸す、煮るなど様々な調理法がこれ一台でできちゃう魔法のプレート、 IH クッキングプレートホットディッシュ。詳しい説明は後でゆっくりするとして、早速料理しちゃいましょう。作るのはワンプレートでできるツナとキャベツの和風パスタ。え？パスタだったら茹でてお湯を捨てないといけないからこれ一台って無理じゃんって思ったでしょ。まずホットディッシュの温度をミドルにして、ニンニクとツナ缶を油ごと入れて塩を加えて炒めます。そして水と半分に折ったパスタを加えて温度をハイにして2分ほど煮込みます。2分ほど煮込んだら、適当にちぎったキャベツに醤油、バター、黒胡椒を加えて水分を飛ばすように炒めていきます。水がなくなったら最後にお好みに合わせて柚子胡椒を絡めれば出来上がり。ほら、本当にあっという間でしょ。こんな風に食卓で手軽にワンパンパスタが作れちゃうのが IH クッキングプレートホットディッシュなんです。その他にも食卓で使えるから、赤ワインを飲みながら焼きたてのステーキなんて最高。まるで鉄板焼きのお店で食べている気分になれますよね。その上、プレートと IH 部分は取り外しができるので、食べ終わって汚れたプレートはそのまま丸洗いしちゃえばいいんです。そしてそして、この IH 部分は単体でも使用できるので、キッチンの IH やガスコンロの補助として使えちゃうし、スーパーやコンビニで売っている鍋焼きうどんや一人鍋の調理になって使えちゃうんです。 IH 方式でプレート全体が均一に温まるので焼きムラができにくく、一定温度を保てるから焼き加減の調節がしやすいんです。だからこのようにホットケーキだって焼きムラなく最高の仕上がりになるんです。美味しそうでしょう。え、一人や二人暮らしの人にはいいけど、子供がいるファミリー世帯ではちょっと使い道がないんじゃですって。実際私小倉家は小学生の男の子が3人なんですが、このホットディッシュが大人気なんですよ。実はこの IH クッキングプレートホットディッシュ、保温機能でいつまでも熱々が楽しめちゃうんです。ベーコンやウインナーは冷めないからジューシーだし、ピザはチーズがいつまでもとろっとろだからほっかほかのまま食べられるって大喜びなんですよ。素早く簡単に美味しいご飯が作れて、お手入れも楽々。しかもおしゃれで場所を取らないコンパクトサイズなので、出しっぱなしでも OK。 少人数から大家族までみんなを満足させられる IH クッキングプレートホットディッシュ。ホットディッシュがあれば笑顔が増えること間違いなしですよ。